県内ではきょう新たに21人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました感染が確認されたのは仙台市で18人上町で2人岩沼市で1人です4日連続で20人を超えました日曜日に20人を超えるのはおよそ2か月ぶりです年代別では20代が8人40代が5人 50代が4人ななどとなっています感染者21人のうち12人の感染経路が分かっていません県内全体の確保病床の使用率は359床に対して50人が入院していて13.9%仙台医療圏に限ると15.2%となっています